はい、私の259日目でございます。259日目、まだ今週も特に報告することはないですね。ないです。はい、まあ、唯一違うところとしてはこの辺のなんか灰が巻かれてる春菊のところに灰が巻かれてるけど、こういったね、灰っていうのは土壌を作るとき、土作りのときに巻くんであってから、もう葉っぱが出てる段階でこれ巻いたら良くないんじゃないかと思うんですけど、どうなんですかね。このこっちの植えた春菊の方に、植え替えた春菊の方にもにわかに巻かれてるけど、これはまあ影響少ないかな。これでわかるよね、こっちの春菊とこっちの春菊、灰を上からぶちまけられた春菊とそうでない春菊がどういう違いが現れていくのかというのがね、今後の見どころになってくるんでしょうか。もう見どころなんか何もないよこの畑には農園プロジェクトとか言いながら全然手を加えてない、もう年変わってから一切手を加えてないですけどね。そんなに暇じゃない。茎ブロッコリーはね、まあいい感じです。まあいい感じ、まあまあいい感じ。日照量の足りない中よく頑張ってくれているなという印象ですね。もっと大きくなってもっとじゃんじゃん取れるようになってほしいんだけど、まあそれは高望みってやつよの手な具合ですね。今日は午後から雨も降るということで寒いなと思いながら撮ってます。まあ寒さに気をつけてね、そして拡大しているオミクロン株にも気をつけて毎日過ごしていきましょう。今日も勉強していきます。ほなまた。